はい、どうも、ジョンです。今回はですね、ユニクロ U のステンカラーコート、昔のやつ、そして今回発売されるやつ、いろいろね、徹底比較していきたいと思っております。果たして買う必要はあるのか、そしてですね、ユニクロインラインのやつと比べてみて、どんだけ優れてんの、その辺ね、比較していきたいなと思っております。やっぱりステンカラーコートって、すごいシンプルでミニマルなデザインでさ、オンでもオフでも着れる、すごい万能なアイテムなわけよね。で、ユニクロ U でもね、2021年春夏に発売されたやつがこちらでございます。でさらに2021年秋冬この間発売されたやつがこちらですよね。で今回1月28日に発売されるのがステンカラーコートこちらでございます。基本的に価格は12,900円。これちなみにですね、今ユニクロのインラインで発売されているステンカラーコートってどんなんなんて話なんですけど、それがこちらでございます。ボーン。これもね、意外とシンプルでかっこよさそうだよね。価格も7,990円ですごいお手頃なんだけどね。服のデザインってやっぱりそのデザイナーの方の趣味だとか体型に結構依存するところあるんかなと思ってて、例えば、ぽっちゃりの人がデザインしたら、ちょっと大きめな感じになるし、ガリガリの人がデザインしたら、細身なタイトめな服ができるんかな、みたいな。しかもさ、その趣味とかも結構反映されてんのかな、と思ってて、クリストフ・ルメールさんがこちらなんですけど、まあ、体型的には通常の体型かな、思うんだけど、まあ、最近というか去年ぐらいから、多分ね、自転車で通勤されてはるかと思うんですよ。そういうのも、そのステンカラーコートにね、なんか反映されてるんすわ。まずですね、2021年春夏、去年のステンカラーコートチェックしておきましょう。カラーはですね、こちらベージュ、そしてこちらのダークグレーカラーでございます。あの、ユニクロ U の、このコートとかシャツってさ、基本的にこの襟が結構でかいですよね。小顔効果。新庄さんもかなりこれ好きなタイプなんではないでしょうか。ユニクロインラインのステンカラーコート見てみるとですね、襟そこまででかくないのかな、みたいな。普通の襟の大きさかなと思うんですけど、やっぱね、これがユニクロ U らしい形です。やんね、今回の比較ではですね、素材そしてシルエットをねメインで見ていこうかなと思ってるわけですけどね。もう A ラインだから肩のところはまあジャストな感じだけど、こう広がっていく感じ、フレアな感じになっているんですよね。で素材ね見てもらったらわかるんですけど、普通の素材ではないんだよね。コットンナイロン、経年変化を楽しめる綿とナイロンの素材がねこちら使われております。綿 70% のナイロン 30%。 あとこちらですね、裏地もついてるわけなんですよね。最近のステンカラーコート、ユニクロ U のやつは、なんかこういう裏地とかも全然ついてないんだよね。さらに袖のところ見てみると、ボタンついてて、こう調整できるわけよね。風が入ってこないということですよね。で、さらにですね、こちらラグランスリーブになっているということで、めちゃくちゃデザイン凝ってますよね。肩のところ見てみると、確かにラグランスリーブになってる。釣り革とかもしかしたらこれ持ちやすいかもしれないよね、電車とかで。スタイリングこちらですね、ダークグレーのコート、プラス、ブラックのボトムとか、同色でまとめる感じ。ベージュのコートはナチュラルカラーのボトムスとか、あとトップスと合わせてやってもすごいかっこいいっすよね。スタイルヒントの画像もチェックしておきましょう。こちらベージュ着用されてる方は結構多いですよね。同色系でまとめてもかっこいいし、いい感じ。やっぱこうモテ用に必須なアイテム、ステンカラーコートやないっすか。皆さんカジュアルで着用してるけど、なんかスーツの上に羽織っても全然いいですよね。結構デカめだね、この2021春のやつのやつ。続きまして2021の秋冬、この間発売されたステンカラーコートがこちらでございます。これ元値は確かね13,000円ぐらいだったと思うんだけど、カラー的にはベージュ、そしてブラックカラーでございます。これ丈感がね全然違うやね。さっきは結構オーバーサイズめな感じで丈が長かったよ。着丈のねサイズチャートチェックしてみると、 L サイズ着丈115センチ。ほいでですね、秋冬に発売されたやつ見てみると L サイズ 101.5 ということで 13.5 センチも短くしてるんよね。膝よりも上の丈にしてる。これはどうもですね、ルメールさんが自転車で通勤するようになったからちゃうかなとこう推測しておりますけども。で説明のとこ見てみてもさ、自転車乗りやすいってこう書いてあるわけよね。自転車の乗り降りがしやすいなど現代のライフスタイルに寄り添っているよと。新型コロナが流行ったりとかもして、その密を避けようってことで電車じゃなくて自転車通勤する人もね増えたんかなと思うんですけど、せやからですね、横のサイドにスリットがあるわけなんよね。これ僕買ったんだけど、そこまでね丈短いって感じもしないよね。オーバーサイズめに羽織れて、めちゃくちゃこれねすごい万能アイテムっすわ。横側見てみるとこんな感じでスリット入ってるから、動かしやすい、歩きやすい、自転車乗りやすいわけよね。この秋冬のステンカラーコートもね、襟がちょっと大きめな感じなよ、この部分とかが。だからね、小顔効果もありますわ。ちなみにこちらなんですけど、素材はですね綿ポリでございます。しかもね撥水機能があるわけなんですね。だから雨とか降ってきても大丈夫っていうやつでございます。ベージュのカラーもより
濃くなってる、そんな感じですよね。スタイリング見ておきましょう。公式のスタイリング、こちらですね。カジュアルに着てもいいし、スーツっぽくこう合わせてもいいし、ベージュがね、個人的にはすごいいいなと思ったんですけどね。黒も黒であるよね。かっこいいよね。スタイルヒントの投稿を見てみると、こないな感じ。男女兼用で着用できますね。と、同色系でまとめてもいいし、こう、中はブラックなんだけど、アウターはこういうベージュで合わせてやってもいいし、春ってやっぱ夜とか朝寒いから、こういうね、薄手のコートあるとすごい便利なんですよね。そして1月28日に発売されます2022春夏のステンカラーコート、こちらでございます。カラーはダークブラウン、そしてブラックカラーでございます。価格12,900円。この秋冬のやつと比べて何が違うのって話なんですけど、大きくですね3つほど違うっぽいんですわ。まず1個目、新色のこのダークブラウン出ますせーと。一応ですね、この間ベージュカラー出たんやけれども、さらに濃くなったダークブラウン、しかもですね、これ色味が玉虫色っぽい感じなんよね。光によってこう見え方がちょっと変わるような感じ。ただのブラウンじゃないのがこの写真でも伝わってきますよね。茶色っぽく見えたり緑っぽく見えたり、虫っぽいね、そういうカラーリング楽しめるのかなと思ってます。こちらも男女兼用、女性の方が着用してもかっこいいね。こちら身長176センチの方。秋冬との違い2点目がですね、この着丈でございます。これちょっとね長なっとるんですよね。サイズチャート見てみると、 L サイズに関しては106.5 でしょう。この間発売されたステンカラーコート見てみると、 L サイズ 101.5 ということで、5センチですね、こちら長なってるわけですよ。膝よりもちょい下ぐらいかなと。確かにね、長そうに見えるね。両サイドスリットが入ってるんで、こちらもね、自転車の乗り降りがイージーということですよね。秋冬との違い3つ目は素材ですよね。一応素材も少し変化しておりまして、こちらね、綿 63% ポリエステル 37% だったのが、綿が67% ややアップしてる。そしてポリエステル 33%。 ほいでこちらですよ、コットンポリエステルブレンドしたギャバジン素材を使用しております。言うてみたら防水処理をした、まあ、コットンということなんかなと思います。身幅とか袖の長さとかはね、あんまり変わってなさそうなんですよね。結構オーバーサイズめに羽織れて、中に例えばウルトラライトダウン羽織ったりだとか、パーカーとか着用してもね全然大丈夫そう。キツキツじゃなくてゆったり羽織れる、そんなシルエットかなと思います。袖とかもすんごいシンプルですよね。調節できるボタンとかも何もついてないし、ほんとミニマルなデザイン、気軽に羽織れるやつ。結構アームのこのホールっていうんですか、もう結構ワイドめな感じするかな。このダークブラウンはちょっとゲットしときたいっすよね。シンプルに黒のボトムスとか、あとナチュラルカラーのボトムスとか、ベージュチノパンと何にでも合わせられそうやんね。こちらのコートも裏地はね特についておりません。内側にポケットがあるのかな。ちなみにユニクロインラインのその春夏のやつなんだけど、こちら素材はですねポリエステルみたいですわ。綿とかそういうのは入っていないんですよね。だから素材から、そしてデザインからすごくねこだわったそういうアイテムかなと思います。12,900円、若干高いかなっていう印象あるんだけど、これは買っときたいアイテムですよね。値下げ待ってもいいかもしれないですけどね。ということでですね、比較してきたわけなんですけど、いかがだったでしょうか。もう前回からに関してはもう素材からカラーからシルエットからね、ちょっとずつこう変えてきておりますと。このダークブラウン玉虫色すごい良さそうだし、ブラックのねちょっとこう写真が少ないんでなんともなんだけど、これもねすごく良さそうなんだよね。ステンカラーコート1個も持ってへんわーいう方はね、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ほいってことで、以上今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。